ただまた、焼くっていう工程っていうものは、難しい非常に大事なんだなと思って薄くしないとね、中までね、火通んない。完全にあの、爽やかな影響を受け継ぎてきて、タワラ型にしてしまっていてあ、じゃまず薄くしないでまずおにぎりのような。自分ちで作,作る。おにぎりのようなところになぜかちょっとくぼみを入れる意味わかんないことしてて。わおにぎりの形になっちゃったんだね。<laughs> <laughs> そうっす。だ、その球体にちょっと穴が開いてるみたいなものを作ってしまう<ー>山下汁師山だっ,っ,て、ね、って置いてみたら、うん。 何にも、なんかこう、すごいことになって、表面だけ黒焦げになって、なんか超生な、冷たいハンバーグが出来上がっちゃって。まずい、それまずいね。そうなんですよ。煮込みハンバーグにしたゃわかったね。僕そ、本当にそれそれ <laughs> もう本当に、ただそれをやってしまったことによって、ハンバーグ、うん、お店って偉大だなって感じましたっていう、食べた瞬間に僕は感じました <laughs> ああ、なるほど。食べた瞬間に、お店のハンバーグがいい。 お金払おう。お金を払って、美味しいハンバーグを食べよう。そうだね。ちょっと決めました。そのためにちょっと、料理、怖いって思いました。料理苦手になっちゃったね、もうね。そうです。なので、そんな、ハンバーグ師匠でございます。なるほどね。ちょっと一回さ、ハンバーグってちょっとのぶとい声で叫んでくんないハンバーグありがとう、なんか。ありがとう。あ、でも今のすっきりしました。かったかった。ハンバーグ師匠だね、もうね。ハンバーグでした。以上、ハンバーグでした。